うん、しかしここはしっかり矢蓋もアウト取ってますね。そうですね、はい、まあ伏見にはねちょっとあの不利のカウントからでしたけど、山崎幸也が来ました。なんとここで山崎幸也で代打送ってきた中島監督です。まあ、打者でベンチ入りしていて練習もしていたというこの山崎幸也なんですけれども、深澤さん、はい、あの私も今日練習の時にですね、あのベンチ横で見ていたんですが、はい、もう本当に嬉しそうにバットを抱きかかえてずっとベンチに座って自分の練習の番を待っている山崎投手の姿があったんですが、なるほど、はい、あのチームの、あの方々からですね、ちょっと早すぎないか準備がというぐらいあの目をキラキラさせてベンチに入りしていましたね。なるほど、普段からですね山崎投手はあの、うん、バッティングが大好きでこの交流戦の時期は本当にバッティング の、はい、あの練習を楽しんでいる姿が見受けられています、まあ、日大三高時代というのはねこの人は本当に打っていましたけれども1試合における確か安打記録ですよね選抜の。いやまあですからパリーグの選手からするとこの機会しか打席には立てませんから。そうですね、あと日本シリーズとね、うん、だから今のフォークボールなんかの見逃しとかね、うんうん、これもうなかなかバッターでも振るようなボールをね、はい、今のように我慢できるという。はい、まあ、そうか、そう考えると山崎幸也ですが宮城もバッティングいいタイプですもんね。おそらく宮城は日曜日投げると思うんですがね、はい、これツーナッシングから、うん、もうなんかベンチは盛り上がってますね。スリーツーまで来ました代打山崎幸也。ちょっと山崎まだちょっとにやけてる感じなんですけど笑顔が見られます。まあ打てなくてもともとですからね、いやでも本人は打ちたいでしょうけどもね。ここは二刀流山崎幸也ヒットだ。いやしかし菊池がいました。これ頭上超えたかなというところだったんですが、さすがに菊池はさすがに詰まりました ね、 ですね、でもあの、まあ、言い方悪いんですが、はい、真剣勝負の中の、まあ、楽しかったというあの打席だったんじゃないですか、マウンドではもう泣きそうな顔をいつもしてるんですけどね。なるほど、いやいや、まあね、このファニーフェイス山崎幸也いい感じではあったんですが、ヒッティングしていったんですがアウトに倒れています。いや中島監督の代打山崎幸也がちょっとベンチを盛り上げました。まあ、詰まって、まあ、ヒッティングしていったんですけども本人はバットを放り投げて走っていったんですけどもね。いやまああのまあ、ツーナッシングからね、はい、フォークボール見逃しながらまっすぐ、うん、まあやっぱりこの